皆さんこんにちは7月23日日曜日リビングライフの時間です私は旧世軍青少年部で責任を持っています牧師の浅沢義人と言います今日も皆さんと一緒に御言葉から力を受けていきましょう今日の聖書箇所は使徒の働き13章42節から52節テーマは神の言葉を拒むなら 永遠の命から遠ざかりますです。使徒の働き十三章四十二節から五十二節。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも。 同じことについて話してくれるように頼んだ街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので二人は彼らと語り合い神の恵みにとどまるように説得した次の安息日にはほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきたしかし この群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し、口汚く罵った。そこで、パウロとバルナバは大胆に語った。神の言葉は、まずあなた方に語られなければなりませんでした。しかし、あなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。 ですから見なさい私たちはこれから違法人たちの方に向かいます。主が私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを違法人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。違法人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして 永遠の命に預かるように定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の主だった人たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して 足の塵を払い落としてイコニオンに行った。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。私たち信仰生活をしているとき、えー、祈りをしていきますけれども、その祈りの中で今この問題を解決してください。今、えー、このことを与えてください。今。 あこのことで悩んでいますから癒してくださいというお祈りを私たちしていきますよね。えー、私も今の働きの中でよく神様に、えー、祈っていきます特別な時もそして本当に長い時間祈らなければいけない時もあたくさん出てきます。祈祈っってて与えられるる時時解決する時 そしてて祈って癒されるとき私たちは本当に心の底から喜びがきき、えー、起こってきます私自身も働きの中でキャンプをよくするんですけれどもお金を与えてください人を与えてくださいって、えー、祈って与えられると本当に喜び本当に神様祝福を与えてくださったなと思うんです。しかしか 与えられていないその過程の中でまだ聞かれていないその途中の時ってどういう気持ちかなとまたもしこのことが聞かれなかったりこのことが与えられなかった時の自分ってどうなんだろうっていうことをよく想像するんですね。そのの想像の時にに容易に つくわけですあ自分の祈りのここが足りなかったのかな自分の祈り方がちょっと良くなかったのかな祈りの時間が少なかったのかなそしてさらになんであの人は祈りが聞かれるんだけれども自分には祈りが聞かれないんだろう。 自分のせいにしたりまた相手のせいにしたりすることって結構あるのではないでしょうかそれによってまあ自分自身もそして相手に対しても憎んでしまったりとかよくすることがたびたびあるのではないでしょうか今日の聖書箇所で こういう御言葉が書かれています使徒13章の45節この群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃えって書かれていますここの箇所はこのパウロとバルナバがイエス様のことを伝えていて多くの人たちが救いに預かった箇所であります そして、えー、ここにも出てきますように多くのユダヤ人そして神を慕う改収の人たちがあ続々と救われていくっていうことが書かれていますしかし違うユダヤ人たちはそれを見て妬んだわけなんですなんで私たちは生まれてこの方この神様を信じていたのにあの人たちは違うんだろう なんか自分たちはちおかかしいのかなそのようなふつふつと起こってくる思いから妬みに変わって彼らはこのパウロとバルナバに対して攻撃を仕掛けてくるわけです。先ほども話したように私たちはついつい祈りが聞かれなくなると。 また自分たちの信じていることがちょっとでも違うのかなと思うと人に対して攻撃を仕掛けていくことがあります聖書を読んでいく,いくとこの神様もネタムということが記されているんです特に旧約聖書ではネタムということが多く書かれています 出エジプト記二十章五節にあなたの神、主である私は妬む神って書かれています。これを聞いて、え、神様も妬むの人と同じように妬むのえ、神様が妬んだらちょっと怖いなと思うかもしれません。この箇所は、この神様が 選んだこのイスラエルの民に常々言言った言葉なんですそれはこのイスラエルの民はところどころで常にこの神様から祝福を受けたにもかかわらずつい調子がいいと違う神様の方向に行ってしまう違うところに行ってしまうそういう民でありました。その 民を見て神様は、妬むと言われたんです。この妬むという意味には、別の神々に行った時に、その民を取り戻す、愛を持って取り戻す、情熱的な意味があります。神様が人を妬む時は、そっちに行くな。 そこじゃないぞと優しくも力強く情熱的に私たちを元の位置元の愛に戻す妬みであるんです人が妬む時は自分を傷つけ相手を傷つけていきますしかし神の妬みとは 私たちを最初の愛に取り戻す情熱が注がれています私たちもそのことを覚えていきたいと思います今日一日の中で人のように妬むのかしかし主が私たちに妬んだようにこの愛に取り戻されていくのかそれが問われているのではないでしょうか 皆さんいかかがでしょうか人が妬むような方向に行くのかそれとも神様が妬む最初の愛に取り戻すその情熱的なところに私たち戻るのか今日の一日の中で一歩一歩それを感じながら示されながら進んでいきたいなと思います。 一言お祈りをさせていただきます。天のお父様感謝いたします。私たちは弱く醜い存在です。あなたから素晴らしい愛を、情熱をいただいているのにもかかわらず、ついつい違う方向に自分を傷つけ相手を傷つけてしまう思いになってしまいます。しかし、 そのような時にこそあなたは力強く情熱的にあなたの愛に取り戻してくださることを教えてくださり感謝いたします今悩んでおられる兄弟姉妹もおられると思いますどうかお一人お一人の上にあなたの愛があなたの情熱が注がれる一日でありますようにお導きください イエス様のお名前によってお祈りいたしますアメン